今回紹介するのは「ミシュランガイド東京2018」という本です情報は用意が使いづらいある程度の評価基準をもとに店を評価しているのでいい店を探したい時には役に立つしかしながら作品がいまいちで行きたい店を探すのが面倒普通は地図上の自分がいる場所を起点に店を探したいものだが 区単位の作ただけなので、でいいちいち住所情報から地図で位置を調べるる。必要があるこの本の場合は食が目的だから普通の使い方とは一致しないのかもしれないがミシュランガイド本来の目的であるドライブで行きたい場所を探すという目的からずれている気がするあと本自体の価格がちょっと割高毎年の調査費用 見れば安いのかもしれないが、この価格ならせめて1店舗1ページくらいの情報量が欲しい。東京に来たのならせっかくなので所詮を覚えましょう。自分は事前にガイドブックで店を探して予約などしてから食べに出かけます。何の準備もなく今いる地点から近い店に行くとか、自分にはそんな無謀はできませんし、田舎っぺの所業だと思います。 そもそも超人気店となると予約なしでは入れませんからね。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。